みなさんこんにちは内閣総理大臣の岸田文雄です岸田内閣が掲げる新しい資本主義の主役は地方ですデジタル田園都市国家構想を力強く推進し人口減少産業空洞化など地域課題をデジタルの力で解決しますすでに多くの取り組みが各地で生まれ そこにお住まいの方々の豊かな暮らしを実現しています。例えば農作業の現場ではドローンなども活用し生産性が大きく向上しています。またロボットによる配送で人手不足に悩んでいた地域課題が解決しています。さらに離島地域では インターネットを利用してて双方向の遠隔教育も広がっています全国津々浦々にデジタル田園都市を広げていくためにはこのような創意工夫あふれる取り組みを積極的に発信し横展開していくことが必要です。加えて地方公共団体民間企業をはじめ 国民全体の関心を高め幅広く参画いただける環境を整えることも重要ですそこでこの度デジデン講師園を開催することを宣言しますこのイベントではデジタル田園都市国家構想の実現に向けた地域の取り組みを広く募集し 特に優れたものを表彰しますまずは地方自治体向けの夏のデジデン甲子園に向けて都道府県予選を行いますさあデジデン甲子園開幕我こそはと思う方々はぜひ応募していただきたいと思います